シュリーランガパトナの地図シュリーランガパトナのランガナータ人、シュリーランガパトナは南インドのカルナータカ州マンディア県の都市、シュリーラガンパッタナとも呼ばれる。戦争及び植民地時代、イギリス人はセリンガパタムと呼んだ。かつてはマイソール王国の首都でもあった。シュリーランガパトナ市はカーベリガーの中州に浮かぶ島であるため、シュリーランガパトナ島とも呼ばれる。 また、この都市から15キロの地点にマイソールがある。殺害されたティプー・スルターン1610年、マイソール王、ラージャ・オデヤ一世がビジャ・ヤ・ナガル王国から独立し、同時に首都はマイソールからシュリーランガ・パトナへと移された。18世紀、デカンから南下したマラーター王国の勢力がマイソール王国に侵攻し、首都、シュリーランガ・パトナは幾度か包囲された。 1761年、ハイバル・アリーが王国の実権を握り、シュリーランガ・パトナも彼が事実上支配するところとなった。1799年5月4日、マイソール王、ティプー・スルターンが第四次マイソール戦争中、シュリーランガ・パトナの攻防戦において壮絶な戦死を遂げた。その後、マイソール王国は反王国となり、首都はマイソールの地へと移され、 シュリーランガパートナのオートとしての歴史は終焉した。ありがとうございます。